はい、皆さん、こんにちは。えー、アジアのピンクです。ピンクのケイちゃんです。ということで、久しぶりにね、このね、ピンクのシャツを着ましたっていう感じなんですね。えー、ちょっとね、ほっこりとした話がありますので、えー、皆さんにね、そのね、話をね、共有したいなというような気持ちが非常に強くてですね、えー、今回はちょっとピンクを着ております。まあ、最近のね、公室特にこの皇室関係の話題っていうとですね、<laughs> まあ、昨日もね、 ちょっと動画で配信をしましたけども、例の戴冠式のね、えー、ご出席に関しても、エルミア殿下に関しては国民がね、批判していることに関して不満を抱えてらっしゃる、みたいなね、そんなような、えー、記事をね、出ておりましたけども、まあそんなようなことを考えてもですね、えー、なんかね、非常にね、暗い話ばっかしありますのでね、まあ佳子さまのね、10億円一人暮らしなんかの話もありますしね、エイチさんも果たしてどうなのみたいなね、えー、先日のその、 えー、九州の旅行なんかもね、えー、どうなんでしょうかみたいないろんな話がありますけども、えー、そういった中でですね、まあたまにはね、こういった話もしたいなっていうことで、えー、どちらかというとね、無理やりね、えー、ちょっとね、いろんな記事を引っ張ってきてですね、じゃあ、で、ご紹介したいなみたいな感じです。えー、でですね、あのー、本日はですね、えー、実はこの動画を撮っているのは、えー、今現在水曜日です、えー。水曜日の夕方ぐらいにね、ちょっと動画を撮ってるんですけども、 まあ明日のというかね、皆さんがこれご覧になるときには、木曜日の朝のね、目覚まし動画と思いまして、で撮ってるような次第です。なんですけども、火曜日にね、今週火曜日に出た女性自身の記事ではあるんですけども、要はですね、皇后雅子さまというと、まあ、元々はね、美て子さんもそうだったですけども、日本赤十字協会の今現在、名誉総裁であられますよね。というような中で、 えー、そもともとはそのね年宮愛子さまの恩人じゃありませんけどもそういったような看護師の方たちを、えー、全面支援されていますよというねそういった地愛に見スたじゃありませんけどもそういった、ね、ご支援をこれからも続けていきますよみたいなねそういったようなちょっとね、えー、これこそが国民に寄り添うような皇族、えー、の方の えー、行いというかですね皇族の方のご好意なんじゃないかなみたいなねそんなような感じの話ですで簡単にまとめましたこんな感じですね、えー、今言いましたように、えー、皇后雅子様がね、えー、愛子様の恩人を救うって、えー、どういうことなのかなって皆さん思うように思われると思いますけれどもちょっとね一つずつ説明していきます で、えー、まあね、今月というかね、えー、もうつい先日ですよね、21日に両陛下が第31回日本医学会総会にご出席されましたよ、ということで、これも報道がね、ありましたよね。という中で、えー、実はね、両陛下が揃ってご出席されなかった中にはですね、えー、天皇陛下に付き添われていた皇后雅子さまにおいては、えー、いかなる秘めた思いがあるのかな、みたいなそんな感じなんですね。 で、えー、さっき言いましたように、まあ、そこそ子もというとですね、えー、日本赤十字協会の今現在名誉総裁をお務めになってますという中で、やっぱりね、えー、まあ、赤十字に非常にね、絡むような話で、えー、例えば、まあ、日本全国のその看護師の方々がですね、えー、入り病、えー、まあ、最近ではね、日本もやっとね、えー、来月からですか、えー、一応5類でしたかね、インフルエンザと同等の扱いになるというようなことらしいですけども、 えー、そのねまあ、はやり病がもう全盛だった時には、えー、その看護師の方のね、休、えー、場というのがね、非常に目の当たりしましたということで、今現在もね、その休場においてはあんまり変わってないということで、えー、まあ、お気にされてるっていう話なんですね。で特にその流行り病の、えー、時にはですね、 えー、それこそね、母親が看護師というだけで、そのお子さんがね、他の子供からいじめられたりだとかね、そういったようなこともね、えーまあ、実際に報道があったりだとか、いかにね、この入り病の時の,この看護師の方々のね、えー、実際のお仕事の上でもそうですし、お仕事以外でもね、窮、まあ、場というか大変な目に遭われたなというようなことを、雅、えー、子コ様においては身をもって感じられているっていう話です。 で、まあ、そういったようなこともあってね、今現在もそうなんですけど、もう離職率がですね、この看護師の方に関しては10.3% 10. だったりなえ。それぐらいの離職率、高い離職率であるらしいんですね。さっき言ったように、あの、お子さんがいじめられたりだとかね、えもしくは仕事そのものだとしてもですね、やっぱり例えば大学病院とか多くてのね、病院にお勤めになっているえ看護師の方もですね、 まあ実際、その自身へのね、それこそ流行り病の感染の可能性とかもありますしね、まあそれに伴ったような非常にね、その高額な報酬というか、そういったようなものを決して受けてるわけではありませんよね。その流行り病以前からね、そんな流行り病になったからといって、そんな報酬が上がってるっていうようなことはありませんし、そういったような仕事が厳しくなってる中で、 えー、報酬は変わらないといったような非常にね、大変なご職業であることは確かということですね。で、えー、まあそういったような中でね、まあこの記事の中にね、えー、まあ、えー、記されていたんですけど、これね、私ね、覚えてないんだよね。皆さん覚えてらっしゃいますかね。こんなことあったん、あったっけなみたいな感じでちょっと読ませ,させてもらったんですけど、ちょっとね、覚えてないんだよね。2011年の11月。だから今現、今から12年ぐらい前ですね。えー、だから愛子さまが何歳だ 今21歳だから、愛子さん9歳ですか。アイコ様が小学生の9歳の時に、肺炎で入院されてました。ありましたかねちょっとすいません。私覚えてないです。<laughs> 多分この時もね、海外にいたと思うんで、うん、なんかあったかなという感じでちょっと読まさせてもらったんですけど、その愛子様がね、肺炎で入院された際に、やっぱりそれを心配されたですね、やっぱり肺炎ということでかなり高熱が出たというようなことで、 雅、えー、子さんも当然ですね心配をされてもうそれこそ涙ぐみながら一晩寝ずに、えー、病室で付き添われたまあそりゃそうですよねまあお一人の愛娘ですからねもう私も愛娘いますけどももしまあ私の娘はもう大きくなっちゃいましたけども、うん、娘 まあ、幸いのことに私の娘の場合は非常に健康でして、ほとんどね、大きな病気することなくね、もうね、20代の後半になって、もうそろそろ結婚かな、みたいな感じなんですけども、まあ、そういったようなことで、今回のね、この雅子さ皇后陛下のような体験をしたことはないんですけどね、でもやっぱり気持ちはわかりますよね。というようなことで、まあ、一晩付き添われたっていうようなことらしいですね。 やっぱりね、その時に、最終的に、まあ、もちろんね、愛子様がご回復されて退院する時には、もうその病院のね、先生方、そしてその、えー、やっぱり付き添われてくれた看護師の方々に、もうね、お礼の限りじゃありませんけれども、何回もね、頭を下げながらお礼を言われていたというような、えー、まあ、雅子様だったっていうような話があるらしいんですね。まあ、そういったようなちょっと背景があったりして、 で、今現在のその皇后雅子様が特にその看護師の方々に対する思いというかですね、そういったものが非常に強いと。なおかつさっき言いましたように、日本赤十字協会の今現在名誉総裁というお立場にありますので,で、例えばですけど、昨年の8月にね、その非常に大きな功績を出されたようなその看護師の方々に、をまあ表彰するようなね、 このフローレンス・ナイチンゲール記章ってあるらしいんですけどそこの授与式に臨ま,まれたということでまあ普通であればねまだまだ去年の話ですので入り病が収まりきってないという中でなかなかこういったようなね公の場に えー、そ,のそれこそ天皇皇后両陛下がねお出ましになるというようなことはなかなか考えづらかったんですけどもにもかかわらず雅子さまにとってはまあこういったお世話になった看護師の方たちを、えー、お祝いするような会なのでね、えー、その授与式とその後の懇談会にもね出席されて、えー、その授与者の方を直接ねぎらわれたっていうような話ですまあこういったところがねやっぱりね違うんだよなあるみやけとはっていう感じをね しちゃってならないんですよね。昨日もね、あの、ちょっとね、あの例の戴冠式の件で、まあデイリー新庄、昨日はデイリー新庄がこんな記事を上げてましたということでね、国民が批判していることに対して、エネミア殿下はなんで俺が行くのが悪いんだみたいなことで不満に思われてるみたいなね、記事も上がっておりましたけども、そういったようなお気持ちを持つ皇位継承者の人とですね、今回のこの皇后雅子様の ねえー、言われたようにさっき言ったそのフローレンス・ナイチンゲール気象というですねまだ入り病が収まっていない中で普通で考えればそういった授与式に出ること自体リスクなんですけどもまあどうしてもっていうことだったんでしょうねえー、やっぱりお世話になった看護師たちを直接、えー、ねぎらいたいというようなことでまあ要は国民に寄り添ってるわけだよね全然違いますよねさっきの高位継承者のお考えとはねっていう感じですよね まあ、あの、ちょっと比較するのもね、えー、比較するのもなん、まあ、何ぞやった話なので、あえて言いませんけども、そういったような感じです。でですね、今回のピンク来てますしね、<laughs> あちらさんの話はあんまりしたくないからね。えー、ということで、えー、それで今年もですね、5月半ば、もうだから来月ね、えー、半ばにもね、全国赤十字大会があるということで、えー、まあ、雅子様も、まあ、入り甘いもだいぶね、収まってきましたので、まあ、ご臨席予定ということで、 まあ、そういってのことで、今現在もね、なかなかその奮闘されている看護師の方たち、さっきも言ったように、 なんか奮闘されてね、えー、そのお給料が上がるっていうことだったらまだね、なんですけど、別に決してお給料が上がらないっていうような中で、入り余りの時には、ご自身の感染もね、というような、えー、リスクがある中で奮闘されていたような看護師の方たちですよ。なおかつそういったようなことで、さっき言ったようにね、愛子さまも大変お世話になったっていうことがあるのでね、もうそれこそね、慈愛に満ちた支援をこれからも続けられる、えー、皇后陛下だっていうような、 え、記事がね、ちょっと上がっとりました。えー、一昨日出たね、えー、あの、えー、あれですね、週刊女性、違うか、女性自身か、に、えー、記事として出とりました。でね、あのー、あえて言うとね、この記事の内容がね、例えば今週出た女性自身の内容だと、例の戴冠式に関してもね、私も動画であげましたけど、 なんかね、費用が2.3億円、2億3000万円もかかるとかね、それに対してね、経費電化は何を着ていこうか、みたいなことで悩んでるみたいなね、ルンルン気分だよだとかね、あるいは、あるいは過去様に関しては、2年間全日本老和連盟に就職してこの2年間1回しか出勤してないよ、みたいなね、そんなような記事ばっかし、どんどんと大きく出てたんだけどね。まあそういったような記事にちょっとね、隠れてるような記事になってるんですけどね、 逆だと思うんだけど、ね、こういったのう今回のお話のような点をやっぱり皇室の話題ということでバンと出してほしいような私は気はするんですけどもなかなかねそういった状況にないとまあ当然ねあの週刊誌だって売らなきゃいけないんでね、えー、数多くの部数を売らなきゃいけないっていうことなんでやっぱり国民が今現在ね一番皇室関係で関心を持ってるのは何せ戴冠式の話だからねまあそういった話がね最初にボンと来ちゃうのは 仕方ないのかなっていう気はするんですけど、うん、ちょっと違うかなっていうのはね。えー、まあ、あの、もともとのその皇族というかね、天皇皇后両陛下を含めたその皇族方のお立場というかですね、お考えをよく知る上でも今回のような記事っていうのは、そのね、一番に挙げてほしいなって、これは私の勝手な思いですけどね、そういったようなことをちょっとね、感じながら読まさせてもらった次第です。まあ、いずれにしてもね、 ちょっとね、あの、ごめんなさい。私もその2011年の愛子様がね、えー、入院されたって、これちょっとね、知らなかったんだよねなんで知ら。なんで知らなかったのかなっていうこと自体ちょっと不思議なんですけどね。当然この頃、というかこの前からね、愛子様がご成長されてる中で、いろんなね、えー、それこそ動画だとかお写真とかってずっと見て、海外に行った時も見てましたのでね、なんでこれ知らなかったのかなって、ちょっと自分自身で不思議なんですけどね。 まあ、それはいいです。まあ、というようなことで、えー、今回ね、えー、ちょっと久しぶりにピンクのシャツを着させてもらいました、えー。内容に関しても非常にピンクの話題ではないでしょうか。まあ、さすがはね、慈愛に満ちた雅子様だなというような感じだったと思います。はい、今回もね、ありがとうございました。ではね、バイバイ。あ、あとね、ちょっとね、最後にちょっとね、えー、バイバイする前にちょっとね、えー、お伝えしときますけど、今現在木曜日の朝なんですけども、実はね、 あの、ちょっとね、仕事の関係というかですね、新しくまた手元の仕事が入るというようなことで、皆さんもね、国としてはね、ご存知だと思いますけれども、あのー、 タイのお隣のね、ラオスっていう国があります。で、そこの人のね、ビエンチャンという人があるんですけど、まあ世界で一番何もない人なんていうことを言われてるぐらい、まあ何にもないような街なんですけど、私も以前からね、このビエンチャンの、えー、お客さんとかもいたんですよ。で、しばらくね、えー、そのクライアントの方とも会ってなかったんだけど、やっぱり私のこの YouTube を見たからかどうかわかんないんですけども、えー、なんかね、つい先日連絡をいただいて、 やっぱりね、そこもね、まあ、お国柄なのかな。ちょっとそのね、俗に言われる不正会計だとかね、不正帳簿っていうことが結構あるらしいんですね。なのでね、ちょっとこの間もつい先日連絡をいただいて、ちょっと見てくれないかみたいなことがあったんでね。ちょっと今回そのまますぐにね、帳簿を見させてもらうかは別なんですけど、ちょっとね、ラオスのビエンチャンっていうところにね、 行こうかなと思っています。でね、行き方なんですけど、私前も言ったんですけど、私飛行機大っ嫌いなんですよ。<laughs> 実はね。なんか飛行機乗るとね、頭痛が起きちゃうんでね。飛行機乗ること自体がすごく大っ嫌いなんで、ラオスっていうのは、このタイがあって、その上のね。えー、で、実はですね、タイのそのね、北部の町まで、寝台電車ってなるんですよ。以前私よく使ってたんですけど、 あの、値段が非常に安くてですね、結構快適にね、寝ながら、あの、夜過ごしてですね、着いたら朝、みたいなところで、タイの国境の街に着いて、そこからね、国際バスってあるんですけど、それをの乗っていくと、そこから2時間ぐらいでね、そのビエンチャンっていうラオスの人に行けるような、そういった交通手段があるんですね。なので今回もね、やっぱり飛行機乗っていくの嫌なんで。 そう寝台列車、寝台列車で、ね、行きたいと思うんですね。なので、これ実際皆さんがご覧になってもらっているのは木曜日の朝のはずなんですけども、実際は水曜日のね、昨日の夜に寝台列車で行きますので、まあ、あのー、皆さんもそういったのはどういった意のの寝台列車、どういったものなのかな、みたいなことでご興味もある方もい,い おられると思いますのでちょっとそういったね、動画も撮っとこうと思いますので、それはね、えー、本日、だから木曜日の本日、もしくは明日ぐらいにはね、ちょっとね、えー、まあ、そういったようなこともね、<laughs> まあ一つの面白話ありませんけど、あとはね、ビエンちゃんの街中も撮れたらね、撮ろうと思ってるんだけど、なかなかね、えー、やっぱり仕事の関係で行くんでね、なかなかね、撮る時間あるかなっていう感じなんですけど、まあ撮れたら撮ってね、そういったものと合わせて、えー、皆さんに動画としてね、配信したいなっていうことも考えております。まあそれは私のちょっとね、えー、自分の都合なんですけど、ということで、この動画をね、ご覧になってくださってる皆さんのお時間の時には、すでにね、 えー、そのラオスのビエンチャンというね、街、えー、についてる頃なんですね。というようなことをちょっとねお、お知らせさせていただきました。ということです。はい。それではね、また、えー、次回この動画も楽しみにしてください。ではね、バイバイ。